夏河正家と結託し、石田三成らが家康を暗殺すると予測が出ました。場所は水口城内廊下付近です。ほら、思った通りだ。やっぱり正家と共謀してたんですね。もしかしてずっと近くに潜んでいたのかな。城内を探した時、彼らを見つけられていれば。いえ、今は悔やんでも仕方ありませんが。三度目の正直だ。三成を退け、家康を守ろう。そう、任務のため守りきらねばならない。私が支えよう。影の孤独な。では参りましょう。ほら、ヒューガ君も。気流に追わればいいんだが。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。徳川家康、秀吉様に背いた罪、その命で贖ってもらう。石田三成、それに芝左近だと。私一人で殿を守り通せるかどうか。もう始まっているか。急ごう。徳川家康子、敵は僕らが引き受けよう。貴殿は早く安全なところへ。かたじけない。数刻ぶりに見るか。徳川に組みするな。情けはかけぬぞ。茶席はいかがでしたか、家康。松子の水の代わりになりましたかね。今度は城主のお出ましですか。この助の予測通りですね。てもらう。あとは我が忍びに任せ。やった、化け物が。殿、お下がりください。おっと、新手ですね。倒してしまいましょう。挟み撃ちか。忍びまで出てくるとは厄介だな。
敵が徳川家康に近づけば引けます。攻め込んでいくよ。政宗の実力、僕が見せよう。うまくやるって決めたからね。彼の護衛にも目を配らなければ。家康様、ご無事でしたか。これより恩美をお守りいたします。これで敵の攻撃は一段落でしょうか。いえ、さらなる時間素行軍の気配を察知、襲撃に備えてください。敵が増えれば危険も増す。今のうちに徳川家康を安全な部屋へ。少し息を整えた方がいいだろう。怪しい影はないようだね。家康公にはここに隠れていてもらいたい。あなた方二人には部屋の見張りを。化け物たちは神出鬼没です。お気をつけて。受けたまわった。周囲の敵はよろしく頼む。来ました、時間素行軍です。また忍びもいますね。さあ正念場だ。何人かここは通さないよ。これから頑張ろう。いける。承知しました。調子出てきた。完璧でした。時空の歪みを塞がないと。少し無理をしているな。攻め込んでいくよ。政宗の実力、僕が見せよう。うまくやるって決めたからね。少し息を整えた方がいい。三成さん、僕は大丈夫ですか。大丈夫、なんともない。戦えるよ。邪魔が入ったもん。
件落着ですね。徳川家康のもとに急ぎましょう。終わりで良さそうだ。よし、調子が出てきたぞ。これからもうまくやろう。無事のようだね。よかった。歴史なんだ。待って待ってよ、ナマズ。すまない、うまく防げなかった。な、面影さん。ではヒューガが切ったのは彼の擬態だよ。本物の家康は無事だ。人間を殺す程度の切り傷では私は破損しない。だから身代わりになると名乗り出た。ヒューガは一体カセも面影さんも分かっていたことなんですか。そうならないようにと願っていたんだが。すまない、後で詳しく話そう。戻りました。頑張ったんですけど追いつけなかったよ。すみません。だけど最後に見た光景が俺信じられなくて。ヒューガ君がついていったのは間違いなく時間素行軍でした。